Go Buster! バスター、ハッピーホリデー。あれれ？なんかバスター楽しそうじゃないね。様子を見に行ってみよう。バスターは退屈そうだね。やることがなくなったのかな？あ、みんな聞こえた？そう、バスターの友達のコマドリさんだよ。でもどこだろう？みんなわかる？大きなため息だね、バスター。あ、見て、いたよ。しかもバスターの飾りを持ってるよ。バスターについてきてほしいみたい。バスター、行ってきなよ。ん？マフラーを持って帰ってきたよ。いいアイデアだね、バスター。二人で雪だるまを作って。タイヤで雪をかき集めてるよ。賢いね、バスター。すごい、もうできてきたよ。それから頭も。コマドリさん、ありがとう。雪だるまにはマフラーがないとね。その炭たちは？そっか。コマドリさんが他に何か探しに行ったよ。あ、花の人参だ。素敵な雪だるまだね。でも、何か足りないね。わあ、すごい風。見て、バスターたちのところへ帽子が飛んできたよ。足りなかったのはこれだ。よくやったね、バスター。コマドリさんもそう思うみたい。わあ、すごい。雪だるまが起きたよ。バスターはすごく嬉しそう。これでバスターはコマドリさんだけじゃなくて雪だるまさんとも遊べるね。あー、今日はなんて気持ちがいい日。バスターはちょっと暑そうだね。ねえ、見て、スカウトがいいことしてる。アイスクリームを食べて涼もう、バスター。美味しそうだね。バスター、聞こえる？この音はアイスクリームトラックのイギー。こんにちは、イギー。バスターはアイスクリームを食べたいんだ。いろんな味があるよ。チョコレートチップ、スプリンクルが乗ったバニラ、トリプルタワー、ラズベリースワール、チョコレートソースがかかったストロベリーとバニラ。バスターはどれにするか決めたみたい。わあ、ありがとう、イギー。おや、とっても早かったね、バスター。美味しかったでしょ。もう次のアイスクリーム？やあ、ディガー。アイスクリームの列に加わったよ。次のアイスクリームもできたよ。バスター、3つ目のアイスクリーム本当に欲しいの？バスター、アイスクリームが食べたいのは君だけじゃないよ。美味しそう。チョコレートスティック付きバニラアイス。列は長くなってる。バスターは4つ目のアイスクリームを注文してる。今度はチェリー付き。ねえ、バスター、もう十分でしょ？ディガーとビリーもアイスクリームを待ってるんだ。それに君は欲張りだよ。イギーもバスターに呆れちゃったみたい。バスター、もっとアイスクリームが欲しい？はい、どうぞ。母、見て、アイスクリームのバスター。でもトッピングがいるね。甘いチョコレートスティックとチェリー、美味しそう。母、バスターはこれで涼むことができたはず。あは、ビリーがチェリーを美味しそうに食べてる。ディガーも大きな一口。このアイスクリームバスター、とっても美味しい。バスター、次は欲張りにならないだろうね。とても美味しいアイスクリームをありがとう、イギー。アイスクリーム最高だね。いや、バスターとディガー、大きな砂のお城を作ったね。カモメのサンディ、気をつけて、サンディ。お城の上に泊まると。あら、まあ、かわいそうなディガーとバスター。あっちへ行け、サンディ、やんちゃな鳥。何を見つけたの、バスター？砂から赤い色をした形が突き出てる。なんだろうね。さすがディガー。三角だ。いいもの見つけたね。ねえ、見て、サンディが黄色い形も見つけたよ。円だ。まだ何かあるかな、サンディ。もう一つ、これは青いよ。早く掘り出して。正方形だ。4つの辺があるね。
わー、たくさんの形がある。三角、円、長方形、六角形。サンディ待って、またやっちゃった、うん、ちょっと待って、バスターは何か考えがあるみたい。バスターとディガーは形を集めてるよ。何をするんだろう。積み上げてる。タワーを作ってるみたい。あとは最後の一つをてっぺんに置くだけ。そうそう、バスター、そーっとそーっと、完璧。すごいね、バスターとディガーは形を使ってタワーを作ったよ。なんていい考え。これでまた砂のお城に取り掛かることができる。見て、サンディが止まっても崩れない場所ができたよ。よくやったね、バスター。バイバイ、バスター。またね、ディガー。やあ、バスター。スカウトとドライブをしてるみたい。見て、配達トラックのトニーだ。スカウトとバスターはトニーについていくみたい。二人とも楽しそうだね。スカウトったら、バスターは前を見てないね。バスター、危ない。はあ、危なかったね。気をつけてね、バスター。もう少しでトニーにぶつかるところだったよ。見て、道路に穴がある。トニーが穴に向かってる。ああ、穴のせいでトニーのドアが開いたよ。バスター、スカウト、気をつけて。箱が今にも出てきそう。やっぱり出てきちゃった。トニーは気づいてないみたい。また箱が落ちてきそう。わあ、賢いよ、バスター。ナイスキャッチ。また落ちてきそう。すごい、スカウト。よくやったね。ああ、気をつけて、スカウト。スカウトが滑って道路から外れちゃった。スカウトの箱が木の上に。見て、トニーが赤信号で止まるよ。今のうちに。バスター、早く。時間がないよ。いいよ、バスター。あとは拾った箱をどうやって戻すかだね。スカウトが何か思いついたみたい。いいね、スカウト。その木の板を使って移動させるんだね。なるほどね。これで箱を詰めれるね。二人ともよくできたね。さあ、バスター、ドアを閉めよう。青信号に間に合った。トニー行っちゃったね。箱をなくしそうになったことを知ることはないんだろうね。よくできたね、バスター。見て、バスのバスターだ。ビーチで一日を過ごしてる。楽しそうだね。あら、まあ、バスター、タイヤが砂にはまっちゃったね。こんなこと予想してなかったね。ディガーを見て、クローラーのおかげで砂にははまらないみたい。そしてこれは誰？カモメのサンディ。サンディ、助けてくれないかな。マスター、サンディはついてきてほしそうだよ。そうそう、バスター、タイヤを一つずつ動かせばもうはまらないね。ディガーが穴を掘ってる。あ、気をつけて、バスター。これは何？バケツとショベル？サンディは砂のお城を作るのを手伝ってほしいんだよ。あとちょっと砂を入れて、ひっくり返すと、ほら、砂のお城。さすが、バスター。綺麗だね。最高。わー、ディガーの砂のお城はすごいね。君のよりも大きいよ。ディガーは待って、バスター。気をつけて。穴があるよ。よかったね、ディガーが助けてくれるみたい。ディガーは自分の砂のお城にとても誇らしげだよ。おやまあ、サンディ、そこに止まっちゃダメ。砂のお城が崩れちゃうよ。サンディは自分のしていることが分かってないみたい。ああ、砂の山になっちゃった。あの音は何？波だ。みんな気をつけて。かわいそうなディガー。でも待って、全部の砂のお城が崩れたわけじゃない。バスターの小さなお城は壊れなくて、今は一番大きいよ。サンディのおかげだね。じゃあね、みんな、ビーチでの一日とても楽しかったね。やあ、バスター。
あ、サッカーボール。見て、スカウトだよ。遊びたいみたい。いいキックだね、バスター。上手だね、スカウト。道を走ってるのは誰？トラックのトニーだ。おやまあ、バスター。ボールを蹴る先を見なきゃ。トニーが来てるよ。わあ、痛そう。トニーは大丈夫だといいけど。バスター、もっと気をつけないと。釘があるよ。しまった。バスターのタイヤがパンクしちゃった。見て、スカウト。トラックのトニーは助けがいるよ。助けと言ったら、もちろん、救急車のアンバー。さすがスカウト。今日はいろんなことがあったね。早く良くなるといいね、トニー。おや、バスター、とても痛そうだね。心配しないで、ただの事故だったんだから。トニーは無事で、アンバーももうすぐ帰ってくるから。バスター、アンバーだよ。修理してもらおう。バスターはガレージへ行くよ。あは。おや、トニーは元気そう。バスターは新しいタイヤをつけるよ。これで大丈夫。わー、バスター、事故は起こるもの。次は気をつけてね。ナイスキック、バスター。ああ、また転がっていく。バスターはもっと注意してる。左を見て。右を見て。そうそう、それでよし。よくできました、バスター。こっちこっち、バスター。やあ、バスター。何を持ってるの？アイスクリーム、とても美味しそうだね。おや、どうしたの、バスター？歯がグラグラしてる。これは良くないね。甘いお菓子の食べ過ぎかもね、バスター。あらまあ、とても痛そう。かわいそうなバスター。いい考えだね、ロビン。バスターは歯医者さんに行って抜けそうな歯を見てもらうといいね。大丈夫、バスター、そんなに怖くないよ。美味しそうなロリポップ。でも抜けそうな歯には良くないと思うよ。うわー、今のは痛そうだったね。リンゴはどう、バスター？それほど甘くないよ。あ、バスターはもう何を食べるのも怖いみたい。おやまあ、歯はまだ痛いね。かわいそうなバスター。何かしないとね。そうそう、ロビン、助けを呼んできて。誰か来たよ。救急車のアンバーだ。彼女ならどうしたらいいか知ってるはず。怖がらないで、バスター。アンバーが助けに来たよ。勇気を出して、口を大きく開けて。さあ、バスター、大きな口を開けて、アンバーに歯を見せて。どれどれ？とても痛そうだね、バスター。最初の乳歯が抜けかかってるみたい。大人の歯に生え変わるから心配しないで。ここはアンバーに任せよう。歯ブラシ。歯磨き粉をチューブから絞って、右へ左へ歯を磨こう。上手だね、バスター。ピカピカになったね。そしてお口をすすいで、歯を磨くことはとても大切。よくやったね、バスター。アイスパックで痛みが和らぐよ。ほらね、そんなに怖くなかったでしょ？ありがとう、アンバー。わー、見て、バスター。グラグラしてた歯が抜けてる。これでもう大丈夫。新しい歯にすぐ生え変わるよ。よく、あ、バスのバスターだ。今日は何をするのかな。何これ、看板を見てみてよ、バスター。あのタイヤピカピカで新しいね。バスターも新しいタイヤを買うときかもね。出発。見て、ジープのジェシーがいるよ。坂を登るの大変そう。あ、バスターが来た。かわいそうに、ジェシー。バスター、きっとジェシーは助けが必要なんだよ。タイヤが地面をグリップしてないみたい。もうすぐだよ、ジェシー。諦めないで。ああ、バスター。タイヤが欲しいのはわかるけど、友達のジェシーは助けを必要としてるよ。危ない。ジェシーが後ろへスリップしてる。さすが、バスター。ジェシーを助けに戻ってきたんだね。とっても優しいね。あれれ、ジェシーのトレーラー、何かがおかしいみたい。
トレーラーに押されて坂をものすごいスピードで下ってる。ジェシーはコントロールできない。急いでバスター、助けてあげないと。大丈夫だよジェシー、バスターはもうすぐ来るよ。バスター、その調子。トレーラーがひっくり返らないよう捕まえてて。まずい、お店が見える。ぶつかっちゃう。いい考えだねバスター、ブレーキでジェシーの速度を落とすんだ。危なかったね。よくやったバスター。それに見て、欲しかったピカピカの新しいタイヤ。かわいそうなジェシー、タイヤがボロボロだね。バスター、君よりそのタイヤを必要としてる人がいるよ。その通りバスター、ジェシーこそ新しいタイヤが必要なんだ。よかったねジェシー、もうトレーラーを引いても大丈夫。坂を登るのもこれで楽々。バイバイバスター。バイバイジェシー。やあトラックのトニー。トニーは前をよく見ていないみたい。あ、見て、カエルのフランキーだよ。挨拶しに来たんだ。気をつけてトニー。やれやれ、危なかった。あらまあ、トニーは荷物をいくつかなくしちゃったみたい。フランキー気をつけなきゃ、トニーに惹かれそうだったよ。やれやれ、なんていたずら好きのカエルさん。見て、トニーが荷物を落としていっちゃった。泡風呂の入浴剤だ。フランキーがいい考えを思いついたみたい。見て、歩いてる。今度はどこに行ってるの？ボトルから泡が出てきてる。ねえ見て、バスのバスターだよ。バスターはフランキーがどこに行くのか見てみたいんだね。もっと泡が出てきたよ。シャボン玉のメガネをかけてるみたい。バスター、やあスカウト、シャボン玉の冒険に一緒に行かない？スカウトは泡で遊びたいって。そこら中にシャボン玉が飛んでる。わあ、その帽子いいねスカウト。ヒゲが面白いねバスター。ランキーはあの湖に向かってるみたい。このいたずら好きのカエルさん、考えがあるんだね。湖の中へ入るよ。見て見て、そこら中シャボン玉だらけ。わあ、泡風呂ができたよ。ふわふわの泡、見て。バスターとスカウトも飛び込んでみな。シャボン玉の中で遊んでとっても楽しそう。フランキーが泡の湖のキャプテンみたい。スカートが大きな泡のしぶきを立てるよ。そこら中シャボン玉でいっぱい。あれ、フランキーはどこに行ったんだろう。いたいた。そろそろ帰る時間。バイバイフランキー、シャボン玉の冒険をありがとう。見て、バスターとスカウトだ。雪で遊んでいるよ。飛んだり滑ったり楽しそうだね。こんにちは雪だるまさん。あれ、スカウトが何か見つけたよ。嬉しそうだね。なんだろうねバスター。わー、池が凍ってる。スカウトが氷の上を滑ってる。スカウトは上手だねバスター。バスターも滑ってみたら。気をつけて。かわいそうなバスター、氷は滑りやすいよね。でも見て、スカウトは気にしていないよ。バスターは滑りやすい氷が怖いみたい。頑張ってバスター、怖がらなくていいんだよ。その調子、そのまま。バスターは池を滑り出した。いい調子だね。2人とも楽しそうに滑っているよ。よくやったねバスター。スカウトも感心しているよ。わー、バスターが飛んでるよ。見て、バスターが氷にひびを入れちゃった。どんどんひびが入っていく。スカウトの周りまで。スカウトが動けないよ。バスターどうするの？それ以上近づいたら氷が割れちゃうよ。そうだ、雪だるまさんなら大丈夫だよ。雪だるまさん、お願い助けてあげて。スカウトを助けに行ってくれたよ。すごいよ雪だるまさん。バスターもいい考えだったね。バスターもスカウトも今日のところはスケートおしまいだね。
ありがとう、雪だるまさん。バイバイ、バスター。バイバイ、スカウト。あ、見て、バスターだよ。大好きな黄色いバス。でも待って、いつもみたいに鮮やかな黄色じゃないね。ねえ、バスター、ペンキを塗り直した方がいいみたい。ちょっと汚れて見えるよ。いい考えだね。ペンキ屋さんに行けば解決できるね。満足げなお客さん。バスターは黄色いペンキを塗り直すことをとても楽しみにしてるよ。新車のように見えるだろうね。わ、何が起こったの？びっくりしたね、バスター。あらまあ、バスターはペンキの缶をごちゃ混ぜにしちゃったみたい。きっと気がついてないね。色は合ってるのかな。さあどうぞ、バスター。黄色いペンキを。あらまあ、黄色じゃないよ。バスターは赤く塗られちゃった。きっと気がついてないね。自分の姿を見てみて、バスター。赤いバスになっちゃったよ。ペンキ屋さんにすぐに戻って。どうしよう、ペンキの缶を全部倒しちゃった。もうどれがどの色かわからないよ。もう一度。ああ、これでもないね。バスター、今度は青になっちゃった。ジェシーはとてもびっくりしてる。だってバスター真っ青なんだもの。きっと今度は黄色のはず。まだ黄色じゃない。バスター、今度は緑色。見て、トニーが動揺してる。4回目の挑戦。目を閉じて黄色をお願いして、バスター。どうしよう、ジェシーとスカウト、まだバスターだってわからないみたい。バスター、今度はピンクになっちゃった。待って、バスター、それが正解かわからない。あはは、虹色バスのバスター。ロビンは気に入ってないみたい。どの缶だろう。この中のどれかが黄色のはず。結果は、やったね。これこそみんなが知ってるバスのバスター。ピカピカに光る黄色のペンキ。バスターは何を見つけたのかな。遊び場だ。すごいね。あっちを見て、スカウトとディガーが橋を作ってる。スカウトがちょうど下をくぐられるね。あれは何？ボールプールじゃない？やっぱり。バスター、あれやりたいんでしょ。ナイスジャンプ、バスター。見て、ブルドーザーのビリーだよ。トランポリンで跳ねてる。とても楽しそうだね。わあ、ディガー、猿渡りが本当に上手だね。その調子。ビリーはどうして形を運んでるんだろう。そうか、ディガーが着地するためなんだね。上手な着地だったね、ディガー。おっと、スカウト気をつけて。バランスを取るの難しそう。すごいね、スカウト、さすが。位置について、よーい、ドーン。どっちが勝つんだろう。いい勝負だね。スカウトが先。よくやったね、スカウト。次はきっと勝てるよ、バスター。とても楽しそうだったね。ディガーがかくれんぼをしようって。いい考えだね。じゃあバスター、みんなが隠れる間に数えて。なるほど、スカウトとビリー隠れるのにいい場所だね。ディガーはボールプールに隠れてるよ。ビリーは滑り台の上。もういいかい。みんなを見つけるんだ、バスター。どこかな。そこじゃない。心配しないで、バスター、きっと見つかるよ。諦めないで。ビリーがいた。よく見つけたね、バスター。残るは2人。これは変だな。スカウトがいた。よくできました。あと1人。ボールプールを見てみよう。あ、ディガーがいた。隠れるのにもってこいの場所だね。とても楽しい遊びだね。バスのバスターとテリートラクターが来るよ。競争するみたいだね。バスターはとても自信がありそうだね。テリーは呆れてるよ。誰が勝つのだろう。行くよ。位置について、よーい、ドーン。行ったね。バスターがリードをしてるよ。頑張って、テリー、その調子。テリーはバスターほど速くないみたい。あれ、何をしてるの。もうバスターったら自慢してるよ。かわいそうなテリー。バスターは絶対に勝てると思ってるんだね。ゴールはまだだよ、バスター。頑張って、テリー、まだチャンスはあるよ。もうバスター、ダメだよ。テリーに優しくしなさい。
気にしないでテリー、速さだけでは勝てないことをバスターに見せてあげて。バスターがもっと先に行っちゃった。泥の水たまりの中を走ってゴールに向かっている。やれやれバスター、暑いのはわかるけど、まだゴールしてないじゃない。あそこを見て、リンゴの木だ。バスターは木陰でお昼寝をするみたい。バスターったら余裕がありすぎるんだから。あらま、バスターが寝ちゃった。あれを見て、テリートラクターだ。バスターを追い越したよ。バスターったら寝すぎだよ。ゴールに向かって走っていくよ。バスターがっかりするんじゃないかな。もう少しだよバスター。でもテリーはどこ？いたいた。テリーは先にゴールしていたんだ。おっちょこちょいだなバスター。あんなに寝るからだよ。それからあんなに自慢げにしてたらダメだよ。だってゆっくりでも頑張れば勝てるんだから。うん、こんにちはバスター。泥の水たまりで楽しそうに遊んでるね。あちこち泥だらけだよ。これは誰かな？テリトラクターだ。バスターよりは慎重みたいだね。バスターは水たまりの中を走ってとても楽しそうだね。危ない、テリトラクターの方に向かってる。ああ、危なかったね。気をつけてねバスター。水たまりは滑りやすいよ。あらま、テリトラクターが少し怒ってるみたいだよ。また言ったよ、今度は注意して走ってねバスター。危ない。あらま、バスターがハマっちゃった。おっちょこちょいだね。どうするんだろう。日が暮れて暗くなってきたね。バスター大丈夫だといいんだけど。みんな見て、テリトラクターだよ。助けに来てくれたんだ。でもちょっと不機嫌そうだね。テリーお願い、バスターを助けて。押してあげるだけでいいから。できるかな。1、2、それやった。ありがとうテリー。やーれやれ、テリートラクターがいてくれて本当によかったね。バイバイテリー。バイバイバスター。やあバスター。えっ、おやおや、バスターはとっても気分が悪そう。やあスカウト、スカウトは一緒に遊びたいんだね。今日のバスター遊ぶ元気がなさそう。とても気分が悪いの。急いでスカウト、助けを呼んできて。かわいそうなバスター、誰でも時には病気になるよ。見て、バスターを見てもらうためにスカウトが救急車のアンバーを連れてきたよ。いい考えだねスカウト、アンバーならバスターをまた元気にしてくれるはず。救急車のアンバーはバスターがガレージに戻るのを助けてるよ。バスターのどこが悪いのかアンバーに見つけてもらおう。まずバスターのタイヤをチェックするよ。あ、見て、このタイヤ空気が全部抜けてる。空気を入れなきゃ。ほら入ったよ。バスターは少し気分が良くなったみたい。あれ、でもまだ少し元気ないみたい。あ、そうだ、温度計でバスターの温度を調べよう。よくないねバスター。アンバーはバスターのエンジンを調べるよ。大変、バスターからオイルが漏れてる。それは気分が悪くなるはず。アンバーはスパナーで修理するよ。大丈夫バスター、すぐ終わるよ。あと何回か回すだけ。はい、できた。よくやったねアンバー。もういつものバスターに戻ったみたい。もう元気になったから遊べるよバスター。とても嬉しそう。これこそみんなが知ってる大好きなバスター。アンバーはもう帰る時間。バイバイアンバー、バスターのお世話をしてくれてありがとう。